ネコマカザにある、有国沼・小国沼全体像有国沼は、福島県北塩原村にある古生。バンダイ・アサヒ国立公園に位置する湿原で、日光木曽根の大群落があることで知られる。小国沼湿原植物群落として、国の天然記念物に指定されている。有国沼は、ネコマガや有国山、古城が、峰、マヤダケ山などを、外林山に持つ、 猫コマ火山のカルデラにある故障である。以前は干没カルデラに水が溜まったカルデラ湖と考えられていた。しかし現在ではコネコマ火山が50万年前に北東方向へ山体崩壊することで爆裂カルデラを生じ、その内部に後の火山活動で猫コマが竹峰の山体が形成され、そこにできたお地に水が溜まって有国沼が生まれたと考えられている。湖面は 標高線9 0メートルの位置にあり、周囲の山々は、ブナが多く、また、初夏には、連月辻、6月末から7月初めには、沼の南の出現地帯で日光キスゲの大群落が、咲き誇り、この時期は、多くのハイカーやカメラマンが沼を訪れる。また、近年は冬に、山スキーやスノーシューで訪れる人も増えている。かつては、沼の面積は、 現在の半分ほどであったが、江戸時代初期に大塩平左衛門が行った灌溉工事により面積が拡大した。小国沼湿原と日光木杉日光木杉が満開になると沼に最も近い駐車場がある金沢峠は休日には大渋滞するほどであった。このようなオーバーユースのため遊歩道以外の場所への人の侵入による植生の破壊。 死業処理の問題、ゴミの問題など多くの問題が起こり、自然の破壊を招いている。このため、2005年度より、日光木遂の時期に限り、金沢峠に至る林道について、一般車両の通行を制限し、代替バス運行を行っている。金沢峠からだと、徒歩30分もあれば、日光木遂の大群落地へは到着する。しかし、前述したように、バス利用となる。 他に、一般的なコースとしては、北塩原村、ゆ子沢口から登るコースと、温泉施設、ラビスパウラバンダイから遊国山を経由して、沼に至るコース、バンダイ山ゴールドラインの途中、八方台から猫間が竹を経由して、遊国沼に至るコースがあり、いずれも、登山口には駐車場が整備されている。また、遊国沼の北には、 有国沼休憩車と言われる無人の避難小屋がある、有国沼展望台より、日光木菅が開花している。ありがとうございます。